監督、今シーズンチーム初勝利です。やりましたね。まあ選手が本当に頑張ってくれたというふうに思います。試合終了のホイッスルの瞬間、よしという噛み締めるようなガッツポーズ印象的でした。どんな心境でした？いやもう長かったですし、あのファミリーの皆さんにはね、あの初ゴール初勝利を本当に待たせたというふうに思いますので、まあ選手がね本当に気持ちを出して今日は戦ってくれたおかげだというふうに思っています。今日はここまでの3試合と形を変えてダブルボランチ、そして前線の形も変えてきました。この変更の意図というのはどこにあったんでしょう？まあなかなか今シーズンね考えては2トップのメンバーが揃わなかったという部分と、まあやっぱりアンカーという部分で非常に、まあやれる選手もいるんですけど、まあなかなかチームとしてうまく機能しなかったので、まあ慣れ親しんだダブルボランチに変えましたけど、手応えとしてはかなりやはり慣れ親しんだ分掴めた感じですか？まあまだね今日は余裕がない分、やっぱりね、まあ、ボール回しとかそういう部分では、まあ、なかなかいい形は出せませんでしたけど、やっぱりこういうゲームを続けていくことがチームを好循環に持っていくことだというふうに思いますので、引き続きねしっかりとやっぱり、準備をして試合に臨んでいきたいというふうに思っています。そして欲しかったチームの初ゴール、永井選手の右足でした。監督、昨シーズンの終盤から永井選手の奮起を期待するという話もなさってました。ついにここで決めてくれましたね。そうですね、まあ、健介が本当にいろんな意味で逆に心配されたというか、監督大丈夫ですかみたいな感じだったんです。いやお前が取ってくれみたいな話を、ね、冗談ですけどした中で、まあ、いい形でね取ってくれたというふうに思ってます。一つ一つ積み上げていくとお話しされた中で、今日は初勝利に加えて複数得点、クリーンシートです。大きな勝ち点差になったんじゃないですか？そうですね、危ないシーンもたくさんあったというふうに思いますが、後ろにいたファミリーの皆さんのね気持ちで何とかゴール笑わせずに済んだのかなというふうに思ってます。おめでとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。